暑いですか？暑いです。皆さん暑いの苦手ですか？ビールがあれば大丈夫。ビールがあれば大丈夫。そうか。じゃあ早くビールをゲットしましょう。はい、あの一番奥の方空いてない？あの一番奥の方空いてる。ちょっと今ラップしてるし今あってセントロさんで見えなかった今ラブラブシーンですよ。あららら、残念。はい、じゃあ頼みましょう。頼みましょう、いろいろありますね。裏がドリンクだって。ドリンクの裏リール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 はい、メッセージ付きユリさんね。大きなこと一緒に書いてあって。何ですかそれ？鏡です。鏡。鏡大好き人間なので、ね、しかもこれの大きいやつ持ってるんですよ。このサイズ欲しかったんで。生き返りましたか？やっと生き返った。やっと生き返った。めっちゃうまいもん。こんなうまいビール久しぶりに飲んだ感じ。本当にね。おいおいすっげーおいしい。こんなにビール美味しかったね。ゆりさんはもうガンガン飲んでください。で酔っ払ったら僕が取る。ヘベレケにして、そうです。あのゆりさんヘベレケで寿司でヘベレケ状態。第2弾みたいな。ヘベレケになって海に入っていくっていう。あそこで遊ぶ。あの海に浮いてるあそこで遊ぶ。海に浮いてる。それでお願いします。セントロさんなんかトワイス一緒に踊るとか言ってたよね。踊るとこありますからね、後ろに。いつでも、いつでも踊れます。もうすでに、これもあるし、これセンス。
イが違います。トマトハイです。トマトハイ、あれ、よし、ヒバトマト園っていうのママやそれ美味しいです、美味しいです。レイナさん、いつ仙台行きますか？計画中です。もう決めちゃいました、決めちゃいました。仙台あります？ない、行ったことない。ない、ない、だって結構行ったことないかもしれない。東京から行ってない。じゃあ分かった。この 1,2,3,4 人で1人は自転車、1人は電車、1人はバス、1人は走り。今走り、走りみたいな。それをダーツで決めます。なるほどなるほど、納得しましたよ。納得したなるほど。欲しいよな。徒歩でもいいですよ。いや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 、走り方山とかすごい綺麗ですよ。急にこれがゆりさんです。これがゆりさんですよ。みんなの集中点をちょっと紛らわすとないですよ。富士山の出演願中パラソルがのピンクで、あ、富士山見える。ここからこれ見えます。ちょっとヤシの木があって全部すごいですよね。これ全部足間もあって、そうちょっとかけてしたいと面白いですね。キラキラしてますね。え、でも私自転車で一回行ってみたいです。じゃあもう決定、決定、すごい決定。じゃあレイナさん自転車決定。でもそうですね、区間ね、距離自分でちょっと測って。え、でも行ったら着いた先では止めてください。了解です。で僕は新幹線決定です。え、どうしたの？俺も欲しいです。しかもグリーン車で行ってみたい。そうそうそう、グリーン車、グリーン車の勉強会の時グリーン車です。一人で勝ち組のやること汚いじゃあとはエビユリで決めてください。バスで行くか鈍行で行くか。いや、ちょっとユーサー入りましょう。それは、うんうんうん、僕はだってもうグリーン車ですから。グリーン車、いやいや、そこがまたね、グリーン車なんですね。ダメです。いやいや、だって決まってんだもんだって。決まってんだ。バス乗り継いで行くじゃん。なんかバスもありますか？バスも。それも面白そうかも。最近なんかテレビとかでさ、よく路線バスの旅とかさ、流行ってるじゃん。路線バスの旅。ね。今すごい食いついてきた。センタロウさんが食いついてきました。田川陽介。田川陽介、そう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 。エビスさん。それやりましょうか。大好きなんですよ。あ、じゃあそれやります。路線バスの、じゃあ仙太郎さんのちょっとバスマネージャーっていうか、はい、はい、企画、ね、でもあれはその場その場でやる、調べるんですよ。前もって調べちゃダメなんですよ。え、そうなんですか。そう、だからそこに着いたらそこで調べて、なんか田川陽介と恵比寿さんっぽい。恵比寿さん、女版恵比寿さんいました。恵比寿さんいないでしょ。恵比寿さん歯抜けてますから、ね、キャラ的にそんな感じじゃないですか。恵比寿キャラでじゃ女版恵比寿キャラ。すごいね。そう、私は冷たくなって初代の、いい、そう、それも良かったけど、でもこのサラサラになる系もすごいベタベタがないね。そうそう、ベタベタがなくなると思って、すごいビオレの、ビオレ、めっちゃアピールしなくていいですよ、そんな。カメラ向いてた。結構もうちょっと酔っ払ってます。あ、レンさん寝ないようにしてくださいね、今日は。誰だ、寝ちゃってるかも、ありますので、そこに。レイナさん寝たら海の中に連れてきますか？投げ込まれるみたいな。ブクブクエキさんいいですよ、水着になってもらって。泳いでください。泳いでください。水着でもただあんま変わらないです。ワンピースなんで何も変わらないんですよ、水着が。ビキニじゃないですか。ビキニは痩せたら、痩せたら、その時に。すげー。なんかやってるんですか、ダイエット。え、
あ、やります7月から何ダイエットするんですか。ジム。あ、ジム？どこに行くんですか。なんか、20だからっていう、勉強、ポストジムするなって言うよね、早い、今。いつ行くか。でも行ける。じゃあ今、そのビフォーの動画撮っておきましょうか。ビフォーアフター。ビフォーアフターのビフォー撮っておいた方がいいですよね。いや、これの、出さなくても、撮っとけば、出したかったっていう時に、いいなって言ってます。今じゃあちょっと腹出してください。腹を撮れない。センターさん、不倫をしてます。同じユリ、やばい、ユリさんで、いつももユリさん、そうそうそう、やばい、違うユリに、ユリに弱い、ユリに弱いセンターさん。今現場写真じゃなくて現場動画ですか。証拠バッチで押さえてます。今スマホの電話番号交換して、ちょっと後で、あいびきをする。あいびきとかめっちゃ。でみんななんかそう帰った後に二人で飲まないみたいな。今日はこの後新大久保のね、ホテルで、センターさんが泊まってるカプセルホテルで。まさかのカプセルホテルで、しっぽりとみたいな。じゃあカプセルホテルにしっぽりみたいな。今のいい、今の良かった。もう一回お願いします。もう一回。いやいや、カプセルホテルに声お願いします。3、2、1、はい、カプセルホテルにしっぽり。かっこいい。え、これ大丈夫なんですか。ゆりさん見て大丈夫ですか。奥様ちょっとダメでしょう。これダメでしょう。大変ですよね。ダメな感じだと私も思います。見ないと思うけど。だって僕が時々あのリビングで YouTube をでっかいあの大画面で映してるから、見る見るランド、見る見るランド、一緒に見てる、一緒に見るとき、今のシーン僕はカットしないですか。まさかの、世界にね、配信です。なんでカプセルホテルやねんみたいな。史上初です。、ね、カプセルホテルにね呼ぶってね、ラウンジしかね一緒に会えないっていうね。なかなかない。じゃあ、ね、なかなか面白いね。それないですよ ね。新しいサービスですね。新しいナンパの仕方、ね、ナンパの仕方。それに対してどういう反応しますか。私はもうなんか一曲歌って歌うんだ。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 昨日ね、あのラウンジでね、外国人しかいないんですけど、そこあの歌ってましたよ。歌ってました。なんか音楽流してなんか歌ってましたよ。いいですか、友達で。私ちょっと一回送っていいですか。ゆりさんもがっかりしました。センタロウさん、そしてマシャだと思って見たら、いやもう、あのセンタロウさんみたいな。感動しましたよね。感動しましたよ。感動しますよ、エリキツさん、普通は。いや、ゆりちゃんも言ってたからね。えって、そうだよねって、すごいかっこいいからちょっとびっくりしちゃったって言ってたもん。私覚えてるよ。そう、すごいなんか、とか言って、そんなセンターさんだったみたいな。言ったの動画で見たら。これです、私。あ、そうそう、ペナよ、これセンタロウさんが。また話をそらしました。話をそら、得意なセンタロウさんが乗りたいって。あ、昔乗りたいって乗ってた。そうです、私こういうバイク今ね、話をしてて、なんかどんなタイプが好きなんですかって言ったら、スポーツのこのレーサータイプが好きだ。レーサータイプ僕も乗ってたんですよっていう話してて、これでしょって言ったら、こういうのがいいみたいな。そこで今キャバクラが盛り上がって、キャバクラトークが、キャバクラトーク、寿司のキャバクラトークが盛り上がって、いやそれでちょっと乗れよみたいな。乗ってカプセルホテル行こう。俺にも乗れよ。あんまそこはピーピーだ、ピーだ。そこはちょっと、いやいや、今のことあ、すごい、なんかプルプル、おいしそう。こんな感じです。これから弾けるぞみたいな、ね、ハニークリームコロッケいただきます。ジョイアムワンに賛同してくれて、うん、熱い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 、
コメント出てこない、やばいやばい。エクさんが、あちゃちゃ熱い、熱い、そう、ハリマジョン、ハリマジョン、汗が出てますけど、たらーって、おいしい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 、みたいな、あたちにはおいしい。じゃあ、レナさん、イカ。イカ、もちろんイカになりきってですよね。イカですか、いただきます。あれイカ、うん、どうしました？今ネギ攻撃で。ネギ攻撃来ましたか。喉にネギが。友達が喉。美味しいけど。美味しい。でもイカの耳めっちゃ美味しいです。じゃあし。でもほら。A さんそのコンビが出てる。赤。うん今こっち撮ってんのにこっち撮ってないところで持って横取りしましたからね今ね横取りしたよ今私にカメラ向けろっていうカメラ育てみたいなそう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 ミルミルランド育てミルミルランドそうそうそうどうしよう私が先輩よみたいなゆりさんより私が先輩よみたいな感じで今ゆりさんは2番目だそう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 今ちょっと勃発戦争が起きましたけどねなんかゆきさんが美味しそうで食べてたからカニクリームクラブ熱いでしょ食べたくなっちゃって入れたらすごいって言ってみたいなめっちゃ熱いよねすごい出来たてで海の家が全部熱い出来たてで美味しい船長さんの食レポうまいんですよね、これねそんなにうまくないんですよ普通のポテトですねまあこれいやでもあの熱々ポテトあのねじゃがいもの、まあ、じゃがいもの味は ねしますけど、はい、まあこのポテトはですよね肉汁さんとちょっとこのあーいいコロッケ食べていいよちょっと今ねそうこっち盛り上がってるのまたこっち持ってきましたよ強引に渡しよっていうそうそうそう実はなんかそう、ね、体調がそうそうでももう赤くじゃないですか、うん大丈夫ですか、ね、全然いける山登りしていってくれますすごいでも、こういう状態で持って、うん、ただ、お二方の大変なとこ自分でもやってるの味の方もあんま分かんないありがとうございました、うんはい、美味しい美味しいよねカニクリームクロス厚切りハムベーコンベーコンベーコンあベーコンね、はい、お願いします美味しいですはいお願いしますじゃあエレキシさん、ま、最高のコメントお願いします厚切りベーコンキラキラがなんか増してきてる。綺麗だよね、本当キラキラがね。みんなセンタロさんのようですよ。センタロさんのようです。何何何今何何言ったの？僕がねキラキラしてるねって言うから。うん、まるでユリさんのようですよって言ったら。キャバクラ空間だ、うん、そのユリさんっていうのは奥様の方ではなくてこちらのユリさんでよろしいですかよろしいですねこれカットでお願いしますこれカットで奥様絶対怒っちゃう素敵なそうでも怒んないですよねいや怒るんですかいやそれ見たら怒るでしょうねいや普段あ普段は怒んないですよ怒んなさそうですよねあのねどっちかというとゆりさんみたいなですよね天然なのあいい
絶対なんか怒んなそうなキャラだなと。すごい優しい、うん、大好き。だからもうなんかもうはみたいなことが多いんですけどね。すいません。いやこちらの方こそすいませんってこっち。本当に。いや本当ね、天然対決してもらいたいもんね。ゆりさんとれいなさんで。いや私結構天然じゃないと思います。じゃあ天然でしょ。すごい、クールでしっかり。そう、最初僕もそう思ってたの。すごいクールの人だなと思って。ね、そうだよね。ほら、そうなんだよ。ちょいちょい やらかす。やらかすんだよ。やらかすれいなさん。可愛くてしょうがない。そうなんだよ。味方になって。れいなさん、かわいいなって。僕も最初に会った時はこの人すごいめちゃくちゃクールな人だなと思ってたんだけど、完璧主義なのかな、あれみたいな、確かにあれみたいな、めちゃくちゃあれみたいな。よく転ぶ。そうよく転ぶ。しょっちゅう転んでる。うん、転ぶ、よく転ぶ。男だったらすごい好き。あ、恥ずかしいです。直したいです。かわいい、かわいい。直したいです。本人はクールと言いたいんだよね。そう、もう超クールで。クールビューティー。まだその、ね、クールなところしか見えて分かんない。あ、本当ですか。あ、嬉しい。でもみるみるなんか見る。たまに、まあ、たまに見たりすることはあるけども、でもまだそのね、聞くっていうのがあんまり。あ、本当ですか。嬉しい。まだ写真撮ってる。しっかりキャラが。まだ分かってない。しっかりキャラ、しっかりキャラの僕の中に。あ、嬉しい、うん。ありがとうございます。で実は皆さんセントロさんすごい優秀優等生キャラだと思ってるじゃないですか。うん、全然違いますからね、実はね。もうこの表情が物語ってますからね。笑えないもいいですよ。ちょっといいか。もうこれは本性ですからね。いやーもう。すごい、あ、暗くなるな。これが本当のセントラルだな。カプセルホテル島。まさかのお誘い。その成功者に群がるキャバ嬢みたいな。私、はい、どういう風に言ってんの？ IT 社長に来ました。両方携帯持ってた方がいい。教えてもらっていい。うまい。ちょっとなんか奥様のゆり様に怒られないことを祈ってます。これ流すの？流します。え、マジで？マジで？それはそうですよ。それはそうですよ。嘘でしょ？絶対流すから。いや、ゆりさん、ごめんなさいみたいな。カットカットって言えば言うほど流しますから。奥様のゆりさんに、いやでも、あ、じゃあゆりさん、奥様のゆりさんにメッセージを。いや、ゆりさん、私のセンタロウよ的な。いや、そうだ。私センタロウさんは本当に実在する人物を。ちょっと待って、ちょっと怪しい、怪しくなってきた。やばい、言えば言うほど怪しい。コンピューター上の人物と思ってました。コンピューターの中で仮想センサーだと思ってました。仮想彼女本当にいたんですねみたいな。大丈夫です。センタロウさんどうですか、生のこちらのゆりさん見て。いやー綺麗ですね。いやお上手ですね。いやでもゆりさんには叶いませんよ。奥様のいやまあそりゃそうですけど、こういうの入れとかないと。入れとかないとねっていうのも全部。そりゃそうっすよね。流しますよ、ここ。いやこれまずいでしょ。いやこれやばいですよ、ほんとに。言わない方がいい。やばい。そう言わない方がいい。いや俺のユリは大丈夫、俺のことっていうふうに言っていれば、それが全部なのに、ね、このやりとりも全部伝えてる。ちょっとおかしい。
まあどっちにしろもうドツボにハマってきますからね、このまま。サブプライアンス部長としてはね、コンプライアンス部長ふさわしくないですね。ふさわしくない、ちょっとこれはカットしないと、ちょっと、まあ、コンプライアンス的にはまあ成り立たないでしょう、成り立たない。まあ、これ総務省からの、まあ、総務省から言っちゃった、ま、通達が来ます、ね。YouTube の前に総務省から YouTube を通り越して総務省、総務省から総務省で、まあその後にYouTube に連絡があって、これはコンプライアンスっていう、それが来ると思います。それも流れます。ちょっとあの総務省にもちょっと圧力かけてます。怖い、威力者は違う、うん、違いますね、さすが。でも本当にラブラブカップルなんで、本当にいつ見てもすごい仲がいいし、でこの2人がってこと、え、そっち違うノリ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 、結構ノリがいい、結構ノリがいい、いいですね。この後ね、この後どうなったかみたいなのをそう撮りたいですよね。まあ、その後あの家に泊まれるかどうかが決まってこのいい感じで、皆さんの気分が決まる宿泊場所をそうそうゲットできるかできないか、どうしたら泊まれない泊まれない、まあ、それを阻止していただければ、まあ出るかなと思います。安心してください。ちょっと個人的に LINE をゆりさんにしときます。あのあれは演出です。あ、それ見たい方が見ちゃう。そう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 、そうだよ、逆に見ちゃう。何何何、そんなに見てないから。あ、そうですか。僕がつけてる時だけしか見てないから。あ、そうなんですね、分かりました。じゃあ逆にしない方が。ただでもね、え、でも旦那さん登録もしてるから、あ、登録も YouTube 登録してるから、うん、新着が来たら、まあ、見るかもしれない、うん、唯一ね、YouTube 登録してるのはみるみるランドなんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。というか僕は勝手にしたんですけど、うん、じゃ気をつけて、こうゆりとの浮気発覚とかっていう台は絶対つけちゃいけないってことですよね。え、それフリですか。いや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 、ダメでしょ。ちゃんとね、ゆりさん長いんだよね、話ね。なんか毎回そう。今日のあったじゃないですか、最後の。ゆりちゃんのやつ。ゆりちゃんの振る舞いに全部を言って。そう。ゆりさんを全部言ったっていうね。全部言っちゃった。逆に私は聞いてて、あ、この人選挙出たら絶対勝つなっていう。あんだけ組み立てができる、瞬時に、ああいう人ってなかなかいないから、選挙だって思う。どんな言葉が出てくるか。逆になんか汚れてないからいいかもしれないね。しかもでも感情で言ってるじゃん、その時のね。感情で動く人だからね、基本的にね。思ったことしか言わないから。嘘がないから、むしろ政治家向けだなって私が思ってる。なるほど、政治家。ありがとうございます。あ、そうなんです。子育て支援とかね、いろいろあるから。ちょっと、すごいじゃないですか。ちょっと私どうすればいいんですか。いや、選挙出ればいいんじゃないですか、じゃあ。県内はちょっと一票できないですけど。市議会議員、ね、辻堂から。市議会議員だったらね、いいね。そんな、うん、そんな、いやいや、みんなも入れる。入れるね。あのね、そんな仕事できるかな。青森のね、できるかなってちょっと若干やろうとなってますからね。既にちょっと今やろうかなみたいな。いや、でも大丈夫で、できないです。やれるよ。いける。すごい綺麗、本当に綺麗なんだ。都合が悪くなると他の話題を振るっていうね。
本当綺麗ですよね。一番いいところ座らせていただいて今日は。いや本当ここからすごい景色が。自由すぎる市議っていうね。いますよね。青森県の八戸市のね。ね。この人もね、藤川ゆりさん。すごい。ゆりさん。ゆりさん。ゆりつながり。有名です。そう有名ですよね。テレビにもね。美人すぎる市議っていう。じゃあゆりさん、美人すぎる市議これをちょっとお願いします。ちょっとあの仮仮想でちょっと選挙演説お願いします。そうじゃ年収1500万余裕だそう。いやでもそうですよね、やっぱりそういうことですよね。そういうことです。だって議会なんてそんな少ないもんね。そう。じゃあエレキチさん、選挙カーでゆりさんを応援する選挙カーをお願いします。辻堂の皆様、この度は選挙に出ます。ちょっとゆりちゃんの名字わかんないけど、そこはゆりで、ほにゃららゆり、ほにゃららゆりをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。頑張れ頑張れ。ありがとうございます。素晴らしい。もうね、エレキさんの何がいいって振ったこと全部やってくるんだからめちゃくちゃいい。本当にね、断ったことないからね、今までね。そこがすごい。すごい。そこがすごい。そこがすごい。で、しかもクオリティが高い。そう。クオリティ高いから。なんかやりたくないんですけど、ただ、優しさなんでしょうね。優しさですね。自分の目なんですけど、ここにいたくなってしまう。うん、そこがいいとこですよ。みんなの笑顔が見たいからそう、ね、素晴らしい。まったなぜかまったエレベーターがあるんで上にすげーうめーと思って。うまいですね。本当にエレベーターがあるやってたのっていうぐらい。あ、そうすごいうまかったからあれがすげー印象に残ってて、トマトトマトハイ一つ。トマトハイとゆりちゃんは生ビール。生ビール。生ビールですか。生ビール。生にと。私は青森の水割りください。はい、青森？お酒が大好きなので、他の焼酎飲めないんですけど、うん、青森大好き。本当に。じゃあ沖縄の宣伝ガールお願いします。ナンクルナイスやってくれた。やってくれました。ちゃんと出てくるところがすごいね。言われればそうだなって思うけど、自分から出てくると思うんですよね。この本ないんですよ。泡盛で、与那国っていうね、45度、45度のね、すごいきついね、青森があるんでね、結構有名だから、あちこち行ってるけど、45度って、もうウイスキーとかね、フランスとか、あっちの近いぐらいのね、すごいきついぐらいのね、火がつくんじゃないかっていう。つけそう。素晴らしい。たまに飲むんですか？たまに飲むんですか？もらったときにね、飲んだことがあって、いいですね。ね、僕も好きで、何回か行きましたけど、石垣島が僕の、綺麗って言います。私まだ石垣島行ってないんですよ。私も沖縄行ったことないから行きましょうよ。沖縄いいよ。みんなで何組み立ててる？行きましょうよ。そう。1万とかね積み立てて。ね。行くのと安いですね。ザマミ島っていう、ザマミありますか？ザマミです。ザマミっていうところがものすごい綺麗なんです。あー、そうなんですね。もう日本じゃないって言って、もうね、行きたい、スチューメーレみたいなこうやってピッと海の中に入れた瞬間にもう、スノーケルとかやったらもう魚がいっぱい泳いでました。絶対行きたい。あー、そうですよ。で、またそうなんだ。ありがとうございます。ごめんなさい、これさせていただきます。ありがとうございます。じゃあ、レイナさん、今日ちょっとシュノーケルの練習しましょうか、海で。せっかくなんで。え、
今からですか？はい、もう4時ですよ。もうそろそろ帰、そう、上がらないといけない時間です。それはもう次回のみんなで旅行でやりましょう。はい、何をやるの？シュノーケル。シュノーケル？あ、シュノーケル？お邪魔見に入る。そう、行きたい。行ってみたいです。なんかあれですよね、私沖縄よく行くんですけど、うん、10月の1週目とかってめちゃくちゃ安いんですよ。でも暑くて入れるんですよね。あ、10月はまだ入れるよね。多分5万ぐらいあれば3泊4日で借りちゃう、うん、そうなんですか、うん、5万？ 5万あれば借りる。なんか3泊4日でしかもダイビングもできるし、旅行の、すごい、旅行たい、旅行ないですか、ないですか、なんでもないです。旅行代理店、旅行代理店、エレキ通代理店、そうです、代理店、あ、そうですよ、行きたい。それでね、そこが一番穴場かなって私は思うんですよ、沖縄行くのが、9月の第4週か10月の1週、2週まではやクラゲとか大丈夫ですか？もう、うち海と違うんで、クラいないですよ。いないんです、全然いないです。嬉しい、いない、そうなんですか、全然知らなかった、行ってみたい。鹿児島に近かったほどウミガメとかめちゃくちゃ見れるし、ウミガメも見えるんですか、マンタとかエイ、もうすごい見えちゃう、ウミヘビもいますよ。そうなんですか、うん、でもそれもなんか自然と怖くないですよね。そうそう、怖くない、ウミヘビがいても、ウミヘビはね、毒持ってますけど怖くない。確かになんか攻撃しない限り絶対攻撃してくれる。あ、いるみたいな感じ、もうピュ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 、なんか夢でウミヘビに追いかけられる夢見たことがあって、なんであったんですか、なんか映画かなんか見たんじゃないですか。そうかも、なんかウミヘビなんかいっぱいいすぎて、いや危ない、そういすぎて、なんかそう一匹とかじゃないですよ、そう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 、でもなんか朝起きてへーみたいなったんですけど、なんでこんな夢見たんだろうって自分でも思うけど、だからちょっとウミヘビ怖いなってトラウマで、そうそうそう。でもそんなにさ、そんなじゃないですよね、私も1回ぐらいしかないんで、何度も戻ってますけど、カンフルとか会いたいですよね。イルカとかカーブルは、いやもう、あの、そのザマミ島とか行くと、ホエールウォッチングとか、うん、できるんですか、うん、あのただまあ時期があるから、はい、あれはまあ冬の、ね、冬時期で、こっちでも、うん、でも冬行ったら安いじゃないですか、そうそうそう、地名だけど、うん、本当ザマミなんてね、本当あの世界で優秀のねダイビングスポットです。そうなんですね、もう本当もう海の中入った瞬間に距離感が分かんない、透明度が楽しいって、あのアクションカメラで撮りたい、うん、やりましょうよ、あの GoPro かなんかつけてね、やったらいいと思う、絶対見ないです、それ GoPro で撮ったやつをビルビルランドに流したら、あげたらもういいよ、行きませんか、10月みんなで行かないか、いいね、積み立てして、今からのいつ4、7、8、1万5千ずつやればいけるまた何か盛り上がってますね。私何か盛り上がってますよ。同じことをまた。全く同じことを。何て言ってました今。夫のことですよ。何て言ったんですか。いや、キラキラしてるねっていうことで、ゆりさんのようですねっていうことで、いえいえ、健太郎さんのようですねっていう、それだけのことです。お互いキラキラしてるなっていう、どうでもいい会話ですね。ちょっともう一回再現お願いします。本当にどうでもいい会話ですけどね。お願いします。こんな感じですよ。セリフ付きでお願いします。いや、セリフはね、ちょめちょめなんです。ちょめちょめ、ちょめ、逆に怪しいですけど、昭和の匂いがする。ちょめちょめってね、これ昭和の人しか使わないんですよ。ですよね。もうね、これはね、いい言葉と思う。ちょめちょめ、ちょめちょめ、いい言葉ですか。いい言葉ですか。ちょめちょめ、ちょめちょめ、ピーとかじゃないですね。そうだ、ピーじゃないの。ちょめちょめ。
もういろんなことが想像膨らむ言葉でね。そうですね、なんかこう哀愁漂うというか、こう深い感じしますよ。本当ね、でもね、ここからゆるさんとこから一番いいよね、景色ね。絶対いいと思います。本当にここね、本当にすごいですよね。すごい、これすごい、これ綺麗なんですよ。うん、いや、ものすごい綺麗。いろんな、それでその時間によって、その景色、だってね、あそこにね、もしね、表情がある、変わるんですよ。もしあそこにデブがいてもね、デブがいても、なんかかっこよく見えるぐらい。あ、すごい綺麗。これ本当にこのカメラもすごくいいカメラなんですけど、ここはね、本当にいい海の家だと思います。いね、うん、いい海の家に来ましたね。そう、ここ大当たり、うん、大当たり、うん、です。ね、本当ここも結構いいですよ。お邪魔します。あ、すごい、なんかそのキラキラ具合と富士山と江ノ島と、で、なんかこう上からこうね、なんかこう光ってますよね。なんかね、屋根のね、あるとかパラソルとかが、すごい絵になる。ベストショット、ベストショット。でもいいとこ座ってます。いいね、僕もいいとこ座ってたのに、その予算に気がつかなかったというね。違う、ね、違う、ここからの景色とこっちからの景色違う、ね、でしょ、すごいでしょ。あ、全然違うわ、これいいけど、ここ多分ベスト、ここが一番いいと、ここいい、金太郎さんの景色が一番いい、すごい、すごい、ベストショットが空気に行って、ね、それがちゃんと撮られるのあったり、なんか絵になるよね、そこは、ね、なんか人通りとかもちょっと暗くなって、ちょっとこう影でね、絵になるよね。まあ、金はこう頭使って稼がないとそれいいないいですね、その今出た、ね、出た出たって感じですね。悪知恵を働かせないとダメだと。村木星太郎、手抜くとこは手抜いて、悪い顔してめちゃくちゃ悪い顔してる。今まで見たことのない悪い顔ですよね、千太郎さん。なんかね、そう、今までの騙されてたと、そう、あれ視聴者さんは、ね、千太郎ファンが、今までの千太郎さんのファンが騙されてた。作るの大変なんですよ。どうですか、ゆりさん、今のブラック千太郎を見て。いや、もうすごいな。僕は嫌いじゃないですけどね、こんなブラックセンタロいいですよね。いいっすよね。そう、結構好きだったりする、うん、なんかいろんな面でも、ね、そう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 。ちょっとやばかったかも。やばかった、やばかった。ちょっと意識飛んでたかもしれない。うん、多分ね、3秒ぐらい意識飛んでました。やっぱり、うん、たった3秒ですから大丈夫です。大丈夫ですよ、たった3秒ですから、うん、3秒。楽しいです。これがカタリストのような、そう、ヒーロー勇気のセクハラを一番間近で受けてる、パワハラとね、パワハラを受けているけれども、でもね、まあ、パワハラとかセクハラっていうのは本人がどう思うかの問題ですから、うんうん、そう思わなければそうではない。そうですね、うん、でもゆうきさんのことは結構好きです。あ、結構ね、ゆうきさんのことはなんか尊敬してるし、好きだな、うん、そう、なんか毎日一緒に働いてて、うん、すごい楽しいな、うん、だったら、まあ、パワハラ度は、まあ、30% ぐらいですよ。 30%、うん、
30% はあるということです。 30% は結構ありますか？結構ありますよ。ありますね。結構僕もね、たまに自分でね、ひどいこと言うなって思うこと思ってるんですか？ずるいずるい、今動画でなんか言うとずるい。そうそう、これなんか夫婦みたい。でも本当にゆきさんは素敵な方だから、一緒に働いててすごい楽しいです。尊敬してます。いつもありがとうございます。いえいえ、こちらこそ、いつもありがとうございます。無茶ぶり、無茶ぶり。本当に楽しいです。なんか一緒に働けて、本当に良かったなって思います。なんですか？でもなんか、ゆうさんがパブロックを設立されて、うん、みんながその仕事で嫌な環境で働いてるのが、うん、俺は分かるよみたいな。楽しいことしてお金なれば一番いいじゃんって。これってすごい少ないんですよ。ほんとすごい少なくて、なんかそれを実現するためにゆうさんがすごい努力してるのも分かってるんですよね。すごい努力してる、近く見てて分かってて、こういう積み重ねなんだなっていうのを身近で感じてるわけなんですよ。だからですよね。なんかやっぱりちゃんと軌道に乗せようとしてるのもすごい身近で見てて感じるし、ね、やっぱりエネルギッシュだし、なんかもう決めてるからやることがすごい一個一個が本当に着実だなって思ってて、見ててすごい尊敬できるし、で尊敬できる人と一緒に働けて幸せだなってすごい思います。完璧なアシスタントじゃないですか。そうなんですか。アシスザ・アシスタント。まあね、アシスタントの鏡も、もう、もう、そうそう、僕ももうそう思う。言ってました。もう僕もうミルミルランドはメイラさんで持ってるっていう、僕そう思ってます。でも今はね、ゆりさん、最近ね、ゆりさんの力もね、すごいね。それ大事なんですよ、大事。やっぱりね、こういうパワーのある人が参加してくれると、うん、全然勝ってね、見れるんですよね、今の動画が。すごいね、やっぱりね、それぞれのファンがあって、そう、もう、ゆりさんもファンがいっぱいいるから。みんなで頑張りましょう。そうですよ。あと仙太郎さんもね、あのインタビューに出てくれたり、カニ動画とか出てくれたりね。カニ動画最初の頃ね、高尾さんにも一緒に行ったし。カニ美味しかったですか？めっちゃうまかった。でしょ、やっぱ見てて美味しい。あれね、もうね、もう多分これ一生食えないだろうなと思って、あのカニ一生食えないだろうなと思って、もう、あ、もうここで食っとかなきゃみたいなね。あれ本当美味しかった。いろんな調理方法したじゃないですか、皆さん。うん、すごい楽しかった。うまかったね、あれね。あれね、僕あの後にあの普通 の, あのホテルとか あのバイキングでカニ放題、カニ食べ放題があるんだけど、もうスカスカなのよ。もう一個食って、あ、もうこれ無理、違うかな。もうあの時食ったやつを味わったらもう無理って思いました。奥様のゆりさんと、ね、そう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 、あの時は仲良かったですよね。あの時は悪いよ。ちょっと今も仲良 い, い、流したらやばい。じゃあ今こちらのゆりさん。危ない、そういう流れに、そういう流れになっちゃった。惜しかったな。大丈夫、大丈夫。カニ動画はめちゃくちゃ静る感を、うん、もう刺激されて。これ食べたいなみたいな、なりますよね。いや、本当うまかったね。メルメルランドがすごいなって、うん、あとね、あのエリキチさん あのナレーションカットインのミルミルランドっていうあれが加わったことによって、最近なんかいろんな人のバージョンがあるよね。そうそう、山山さんとかね、山山さんもあったし、エアさんもあったし、ゆうさんもあったけど、やっぱね、やっぱね、あの群を抜いて一番すごい、使いたくなっちゃうみたいな。そうなんですよ、エリキチさんのやつは。あれプロの仕事ですか？声優さん、やっぱりもうエレベーターガールやってるだけあってね。じゃあ改めてミルミルランドお願いします。お願いします。海バージョンでお願いします。湘南寿司バージョンのミルミルランド、ミルミルランドお願いします。
すげえ、ちょっと無茶振り、無茶無茶いったわ、いきますよ。はい、じゃあ3、2、1、9。逗子は最高の海です。これ以上の海は関東ではございません。あれ、ミルミルランドは、あ、言ってない、あ、ダメだ、ミルミルランドがないですよ。ちょっとやだやだ、ちょっと全然あれやった。今ミルミルランド言われてないもん。なんかもう逗子のことばっか考えたいな。初バージョン、夏だよ、ミルミルランド的な、そんな感じで。夏だよ。はい、3、2、1、9。夏だよ、ミルミルランド。はい、ありがとうございます。おー、うまい。牛タン美味しいよ、ミルミルランド。おかしい、確かにせんね。確かにせんね。もうワンテイクね。もうワンテイク。じゃあ夏バージョン。夏バージョン。夏バージョン。恋するよ。恋するよ。不倫しちゃうよ。あの仙台関係ないね。不倫するぞ。仙台関係ない。それで話ちゃう。カプセルホテルに来いよ。みるみるなんだ。え、それやってほしい。カプセルホテルで待ってるよ、ミルミルランド。ディープだ。かなりディープだよね、これね。これ、わかんないよね、これね。じゃあ、それに対してゆりさん、ついていくわよ、ミルミルランド。どうぞ。3、2、1、9。ついていくわよ、ミルミルランド。これセットで流しますから、これセットで、セットで。危ないね、危ない、危ない動画やな。じゃあ、はい、レイナさん行きましょうか。え、私カタリストレイナの夏バージョン。夏バージョン、サンセット最高、ミルミルランド。おお、いいね、いいね、いいね。じゃあ、ゆきさん、ゆきさん。ゆきさん思いつかないのね。思いつかない。振られるのが弱いんですよ。弱い、弱い。突然振られる、振るのは強いけど、振られるのは弱いというね。振るのは上手なそうみたいなね、ありますね。はい、夏だよ、ミルミルランド。お願いします。出た。いつものパターンですね。いつものパターンですね。あ、なんかちょっとあれですね、だいぶ夕暮れ時になってきて、またちょっと雰囲気が変わってきましたね。ロマンチックね。いいですね。キャバクラドッグ。キャバクラドッグ。またいっぱいの時代いますか。私でも夏の愛人が欲しいと思う。そうなんだ。マジですか。そうなんだ。マジですか。でもそれはすごい。もう爆弾発言です。それ逆になんか僕ここいいのかなって思っちゃいますけど。爆弾発言ですね。でもね、清太郎さんとか流してもいいかなと思ったけど、ここどうかなって逆に僕心配になったんですけど。見せちゃいましたもん。はい、まあまあまあ、でもあの人生は短いのでね、はい、本当にあの楽しんでください。投げやった。楽しんでください。もうこれがね、ゆりさん。これがゆりさん。だいぶ本領発揮してきましたよ、これ。はい。こっからですよ。もうあの辺歩いたらもう多分もうこんなになって。じゃあこのメンバーであの愛人にするなら。ちょっと氷がすごい氷で飲めない。山山さんですか。山山さんですか。山山さん。じゃあ山山さんとデートに行くとしたらどこ行きたいですか。これって流れるんですかこれ。本当に。はい、これさすがにカットでしょ。ね。これやばいですよね。今のいたずら心みたいな。じゃあもしもですよ。もしもの話ですよ。ディズニーランドとかね。うん、あ、いいね。山山さんとディズニーランド行ったら、
HMB です。何ですか、サプリメント。 HMB サプリメント、うん、だからそういうサウナやりましょうよ。いや、山山さんとじゃあ何に乗りたい、乗りたいですか。ディズニーランド行って、うーん、筋トレだからごめんなさい、筋トレランキングと思ってごめんなさい、筋トレか。でも山山さんと一緒に筋トレしたら楽しそうですよね。うん、楽しそう。僕ね、山山さんとね、僕ジムに行きたい。ああ、それは楽しそう。僕山山さんと ジム行ったらね、いろいろ教えてもらえそうで、うん、やっぱりジムはね、やっぱりちゃんとパーソナルジムだったらね、いろいろ教えてくれるけど、うん、そうじゃなかったら自分でやらないといけないでしょ。どうしたら何やっていいか分かんないんですよ。うん、うん、サポーターっていう、そう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 、人に聞きすぎてるのよくないし、うんうん、そう、貝殻拾いました。すごい綺麗な貝殻が、はい、落っこってました。あ、よかったですね。海最高です。綺麗な貝殻いっぱい残っているので、ぜひ逗子海岸来てください。楽しいです。はい、だいぶ夕暮れ時になってきました。こっからがいいよね、だんだん暗くなって。これいいですね、この夕暮れもまたいいね、うん、夕暮れがまたいいね。しかも山形ってこの時期もうちょっとしたら岩牡蠣が出てきて、うん、美味しい時期じゃないですか。あ、そうなんですか。そう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 、知らない。あ、ほんと。そう、7月の多分下旬とかはすごいシーズンで、あのね、冬の牡蠣も美味しいけど、うんうん、夏の岩牡蠣はめっちゃクリーミーだから、うん、行きたい、すごいね。それ、あの牡蠣、え、ほんと美味しい、うん、クリーミーな、ホテルに泊まってください。今クリーミーのところちょっと手取り合ってるところお願いします。クリーミーの、クリーミーなね、カキ、ね、広島なんですかそれが。うん、広島のね、アナゴって有名なんですよ。宮島って、宮島ありますよね、厳島神社、はい、厳島神社、あの宮島に、あの宮島ってあの島なんですよ、はいはい、その名のとおり、あのフェリーで渡る、はい、でフェリーで渡ったら、まあ、厳島神社までちょっと歩くんですけど、その歩いてる間にそのお店がいっぱいあるんですよ。うーん、その中に穴子屋さんっていっぱいあるんですよ。へえ、知らなかった。で、その穴子屋さんで食べる。うん、何カメラ目線です。何したの、ゆいちゃんカメラ目線でちゃんとやってました。何スタッフとしてちゃんとやってました。すごいなと思って、あのインタビュー、うん、ちゃんとインタビュー、いやちょっと回しっぱ、人の相手の気持ちを思いやる、うん、いやでも一人よがりな、ね、相手を気持ちよくしてるちゃんと思いな、眠い気をやってくれるっていう、眠くないっす。エレキチですよ、これが。これがエレキチです。え？でね、でもそう、穴子が美味しい。広島が。広島行ったら穴子。あ、それは牡蠣のイメージが強かったですね。この2つを食べるのが、ね、もう。だから、広島に行って食べるのも三選というと、カキ、アナゴ、アナゴ、モミマ、モミマ、モイジマムチュ、モミジマム、定番のやつですね。モミマンは食べなくてもいいんです。モミマンって言うんですね。モミマン、まあ、モミマンって言うんですけど、モミマンって、もうお土産で食べればいい。先生もそれちょっといやらしい感じでモミマンと、モミマン。なんでゆりちゃん見たの？なんでゆりちゃん？ゆりさん見ながらモミマンお願いします。これゆりちゃん困笑うしかない。
笑って。これ完璧セクハラ動画じゃないですかこれ。セクハラ動画です。もうこれ普通総務省来ますからね。ううやばいですよ。やばいですよ。総務省来て。突っ込まないからね。もう逆にね、そう受け止めちゃってますからね。受け止めたらそれもう総務省は却下しますから。これあの嫌な顔をすると総務省があこれセクハラだセクハラだって嫌な顔してないからね。配信配信 OK、 YouTube OK、 有料査定今日と今ね今のはね同意して同意して勝手な同意の勝手な同意の上で同意の上でですか。もうクリームモミアンとかねチョコレートモミマン、なるほどもう何が本当なのか分かんないじゃないですかね。正式が分かんない、エロ親父しか見えないです。なんかモミマンモミマンって言ってるからモミマン。え、じゃあはい聞いていいですか、はい、あのもみじまんじゅうってもともとは本家はこしあんなんですか、それともなんかつぶあんなんですか。あそれって難しい質問ですよね。あもうセントロさんは分かんなかった、ね、僕は分かんないですけど、あの本家本元のもみまんの、うん、もみまんっていうのがもみじまんじゅうってちょっとわっ、ゆきさんだいぶハマってきましたね。もみまんにハマってきましたね。もみまんってなんかそういうお店があるんじゃないかなって。なんかいやちょっと怪しいね、歌舞伎町にねありそうなもみまんっていうね、もみまんってでそこにいそうな感じのねスタッフ全然本人分かんない。なんでもみまん、でもなんか広島はもみじまんじゃ分かってたんですけど、アナゴっていうのが全然知らなかったんで。アナゴ有名なんですよ。そうなんですね、うん、でもうレイラさんなんかもう折れてますから、折れてます。1万円以上稼いでる人は 3% ぐらい。だから僕も昨日ね、コンサルした人にもうまずは言ったのが、いいですよね、夜の海もね。ちょっとじゃあ足使ってみますか。夜何かけてるっていうか、そうちょうどね、あそこのね、はい、いい感じでライトアップがしてきて夜になりかけてますね。海に帰っていきます。いいですよ、海に帰ってください。人間はやっぱりね、海から生まれてきましたからね、帰っていきましょう。でも多分足だけだったら大丈夫だと思うよ、サンダル脱いで。うん、多分気持ちいいと思う、足だけ浸かれば。頑張ってもらって、はい。フラフラしてますが、はいはい、ゴー。待ってください。はいはいはい、はい、海に帰っていきます。ゆりさんが今海に帰っていきます。さよなら、ありがとう、ゆりさん。海に帰っていきます。もっと足使って大丈夫じゃないですか。気持ちいいですか。
いですね、この夜の海の中に入っていくっていう波がね、この波音もいいよね。どうですか、夜の海は気持ちいいですか。気持ちいいです。気持ちいい、はい。風がないので、うん、そうだよね、風ないよね、うん、穏やかな波だよね、うん、ちょっと走ってみましょうか、この波、波打ち際をちょっとあんな感じで、はい、走っていきます。いいですね。楽しそうにはしゃいでいます。みんな海に入ろうぜってゆりさんが言ってますよ。海に入ろうぜと。海に入る。一緒にみんなで入ろうよって。ゆきさんが言ったんです。っていうか、あの波もないから足だけ入って、うん。風がないからね、気持ちいいよね。足だけでも入って。足だけでも。入っていきましょう。せっかくだから。ほら。あ、もう入ってきた。あら。半分ぐらいですよ。だからね、あら。逆欲に、逆欲に、逆欲していきましょう。海に入るとね。そうです。やっぱり気分、気持ちをね、一番海開きのね、いい時に、いつらにしようか。はい、すごい、一日で終わらないですかね、うん、そう、あれはね、あれをね、あれ結構時間かかる。お願いします。すみません、エレキチさん、ちょっとすみません、このカタリストレーナーを。はい、レナさんの傘ですね。支えていた方が多分レナさんフラフラなので。そしてね、お星様が出ましたね。すごい綺麗。お星様綺麗。じゃあちょっと海に入ってきましょう、みんなで。もうね、サンダル脱いで入ってるよ。そうなんですか。レイナさんもじゃあそれ脱いで。サンダル脱いで。全然脱がないから、ね。はい。痛い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 。貝、この辺貝多いからね。貝痛い。どうですか、気持ちいいですか。痛い。貝が痛い。貝が痛い。あ、痛い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 。ですよね。逗子の海です。いやー、これはいいわ。あ、
波がいいですよね、またね。はい、もうすっかり辺りは夜になりましたが、夜の海にみんなで浸かっています。このね、そう、着物、浴衣から足が出るのってすごいセクシーですよ。ちょっとセクシーいいね。はい、ありがとうございます。レイナさん、お茶飲みたいということで。酔っ払ってる。酔っ払ってますね。おてんば娘、昭和初期のおてんば娘が酔っ払ってます。やっぱ海いいですよね。気持ちいいですよね。気持ちいいね。びしょびしょになります。波が不意打ちで来るので。ああ、いいですね。すごい。すごい波は。この。寿司海岸はいいね。いいっすね。ね、すごいね。ちょうどいい、あの温度だね、このね。生ぬるい感じが。そして空には星が出てます。いやー、いいわこれ。泳いだら気持ちよさそうです。今の波はでかかった。びしょ濡れ。すごい、びしょ濡れ。かわいい。道潮ですかね。かなり波が激しくなってましたね。すごい。こっちだんだん痛くなってきたね。ここでちょっと足拭いていきましょう。このトイレの脇に足を洗うための水道がね、ちゃんとあって、すごい便利。これいいっすね。いい。なんかね、もう駅に向かって歩いて行っちゃったって言ってて、そうだ、迷子になったって来たから、また戻ってきてって。今ちょっとぐらいはもうそっちに行っちゃうし。あ、でもここで待ってた方が多分確実だと思う。じゃあその辺で待ってた方が、うん、確実じゃん。ここで待ってた方が多分はぐれずに。エリキッチさん、やばい。すごい。みんないなくなったと思う。ちゃんと一緒に帰らなかった。ここで待ってた方がいいです。あ、
切った、あそこいる、ね、ちょっとちょっとエリ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 、なんであっち行っちゃったの、そう、そんなに行かなくてもいいのに、いやなんかちょっとあ、違う、穴があったからハマっちゃう、やっぱ寿司は勢いがね、すごいね、すごいあります、うん、なんかみんな元気でした、ね、とっても、はい、まあ、ノリが良くて楽しいところですね、そうですね、いいとこですね、はい、かなりフラフラしてますが、大丈夫ですか大丈夫です、まあ、でも帰るだけなので大丈夫です、しっかりゆきさんについて帰りたいと思います、はい、はい、あ、ごめんなさい、やば、ほんと久しぶりにこんなに飲んだ、何杯飲みましたか、何杯飲んだんですかね、もう数えてないかも、最初ハイボール飲んでて、でゆきさんが飲んでたトマトのやつが美味しそうで飲んだら美味しくって、うん、でも結構多分その後に眠りこけて、はい、眠そうですね、気持ちよそうに眠ってましたね、すいませんでした、トラなんですけどもういっぱいいっぱいでした、あ、そうか、ああ自販機、自販機だって夜中までやってたもんね、だから6時なんで、お茶を飲みたいということで、それお茶どれですか、これお茶、これはお茶じゃない、緑だけど、なんだろう、お茶、これ16茶、あ、それだ、じゃあそれお願いします、お願いしますっていうか、まあ、自分で買ってますけど、あとお釣りも、はい、はい、16茶いただきます、はい、うん、お茶おいしい、お茶おいしい、すっごいおいしい、よかったですね、うん、あ、めっちゃおいしいです、あ、お茶買ってよかった、超おいしい、そんなにおいしい、すっごいおいしい、でも今日一番おいしいかも、おう、すごい、十六茶最高すごい十六茶最高、おいしい、寿司の夏は楽しいですね、いいですね、最高に楽しいです、いいところ、初めて来たかも、いや僕も寿司のここ初めて来た、初めてですか、うん、すごい、あの栗沢はいつも来てたけど、あ、そうなんですか、うん、鎌倉とかはね、やっぱ鎌倉はそうですよ ね、人気だから、寿司って寿司ってなかなか、なかなか行かないね、うん、あの終点行きって感じでね、寿司海岸楽しいので皆さん来てください、あれ、あ、じゃあ締め、はい、寿司楽しかったですね、楽しかったです、はい、また来たいです、ありがとうございます、さよなら、バイバイ、またね、天然の2人、そしてさらに酔っ払ってる2人、すごいキャラです、帰れないじゃないかって、立ちの悪い2人です、立ちの悪い2人です、3人のね3人でブログをやろうみたいな、本当に
なんか同じ商品をみんなコッコにレビューしたら、うん、多分信憑性あるんじゃないかみたいな。大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんかエレキチさんだけになりそうじゃないですか？僕もそう思う。あの二人多分ほとんど記事書かないと思いますよ。まさかの、はい、まあでもそのクリックした人の、ね、売り上げになるわけだから。セッパンですよね。セッパンですよね。それちょっと不利だね。あの二人が美味しい思いをする。美味しい思いをする。あれこんなにいいみたいな。そうそうそう。レナさんだけはしっかりしてると思ったのに。うん、そう。レナさんも専任だなと思うね。可愛いね。うん。なんか盛り上がってる。多分とんでもない会話で盛り上がってる。他の人には理解できない2人だけの空間で。ゆるちゃんに関したら次に忘れてるっていう可能性が高い。何で？200円かかる。長いよね。長いよね。5分長いよね。この二人ヤバすぎて。かわいい。早く帰りたいさみたいな。そば食べたいみたいな。そば、そば食べたい。そば食べたいんだ。そば食べたいね。そば食いて。ヘルシーだ。そばはね。まああるじゃないですか。たくさんそば食べる。ああ。いいよね。うちでもそば。そばはね、山形。ご乗車になって お待ちください。もうこっち来ないでください。もうまだ前に最後にサービスショットを提供して、さすが。食べたいって。そば食べたいっていう話で盛り上がってたらしいです。ゆるキャラですね。クマモンみたいなもん。クマモンみたいな。さよなら。お辞儀してた。はい、天然の2人がこれで帰ります。いや、平和ですね、あの2人は。平和ですね。日本は平和です。日本平和です。